はいどうもアニマルパテモスでございます。というわけで今回はあまり詳しく今まで紹介してこなかったうちのこちらのお魚さん、はい、ブラックアロワナでございます。はい、随分大きくなりました。まあ、ホワイト水槽のこの120センチ、奥行き60センチ、高さ45センチの水槽の、まあ、メインのお魚なんですけどね、まあ、いい感じに育ってきております。もうちょっと太らしたいかなとは思うんですけどね。まあまあいい感じ、色も綺麗で素敵でございます。はい。まあ昨年の年末ぐらいに導入いたしまして、まあ何事もなく順調に育っております。でこちらの個体はコロンビア産のワイルド個体となります。まあ、そもそもブラックアロワナにブリードがあるのはちょっと分かりませんけども、まあ、コロンビア産のワイルドということとなっております。そしてですね、まあこちらのアロワナシルバーアロワナとかだと1メートル、まあまあ70、80、90となってくるそうなんですけども、60センチぐらいで成長も止まるので、まあ言っても70センチぐらいかな、120センチ水槽でも就寝飼育可能です。まあ奥行き60センチね、この水槽みたいにあった方がいいとは思いますが、まあ学びに入門編としてね、大型水槽の、飼育しやすいお魚かなと思います。まあ何はともあれ、まあブラックアロワナのいいところっていうのはこのヒレの綺麗さですね。青くて先っちょがオレンジという感じでね、まあ色の方も通常のやつとブルーと、まあ、プラチナ、まあ、白系になってるやつね、その3種あるそうなんですけども、おそらくこの個体はコロンビアブルーと呼ばれているやつかなと思います。で幼魚の時はね、黒いんですよ。ですんでこのお魚はブラックアロワナと呼ばれております。はい、まあ、大きくなるとこんな色になっちゃうんですけどね。しかしまあ幼魚でね育てるとすごくね、体調崩したりとか弱いんでね、難しいと言われてますね。でシルバーアロワナに比べてやはりちょっと高額で、まあベビーでも5000以上はします。プラス難易度は高いということで、ね、なかなか敷居が高いね、最初のうちはね、はい、難しいと思います。まあ、うちはもう10ヶ月ほど前に、20センチ近くなっているものを1万3000円で買うてるのでね、はい、割にこの感じですね。はい、安定して育成することができました。まだいつかはね、またベビーからね、育てることもやってみたいかななんてはちょっと思っております。まあだけどすごくでかくなったでしょ。今45センチぐらいになってますね。もう倍以上のサイズにはなってますね、10ヶ月で。言ってる間に1年になりますね。はい、まあ、こんな感じでございます。で餌の方も人工餌も含めて、まあきびだごでも、まあね、ささみでも、まあ、生き餌なんかももちろん食べてくれますんでね、優秀なアロワナちゃん。はい、まあ、人工餌ね食べてくれないっていう人らも多いと思うんですけど、この子はね食べてくれました。ワイルドなのにいいやつです。はい、でですね、引きで見るとこんな感じですね。よくまあうちでカメラ回してる時に撮ってるアングルですね、この水槽ね。幅120センチ、奥行き60センチ、高さ45センチの水槽で飼育しております。まあ、この水槽なら就寝ブラックアロワナやったら、飼育していけるとは思いますので、まあ最低限この水槽が用意できれば、ブラックアロワナ飼育始めてね、もういいんじゃないかなと思います。なかなかいい、今ちょうどいいかな。エンドリケリーはちょっと多いですけど、まあ、こんな感じになっておりますね。はい、でですね、やっぱりアロワナ飛び出したりするんですけども、このブラックアロワナも1回飛び出しましたね。ガラス蓋の隙間からバンと弾け飛んで出ていました。まあ、すぐ気づいたんでね、良かったんですけども、まあ本当にね、蓋はね厳重にしとく方がいいと思います。はい、でまあ先も言いましたけども、このサイズのアロワナになってくるともう安定してますんでね、普通のアロワナ同様丈夫で、飼育しやすいと思います。で一番いいのはやっぱね、うちのシルバーとかになってますけども、目だれしないだそうです。しないんだそうですよ。まあしないというかしにくい、だそうなので、まあその辺もね気にすることもなく、結構綺麗な個体で飼育することが、可能なんじゃないかなと。見た目がね、メダルもせず、こういうね、うちのやつとか結構綺麗でしょ。気に入ってます。
で寿命の方は10年以上ありますので、ね、じっくり飼育をしてあげてはねいいんじゃないかなと。まあ金魚とかでも10年以上いきますからね、うん、そう考えればね10年以上なんて、まあ、魚買うとなれば普通なのかもしれませんが、まあ、うん、じっくりと飼育していけば、うん、愛着もねどんどん湧いていくと思います。はい。で他のアロワナに比べると性格がおとなしいので割に婚姻向きのアロワナであり、シルバーとかと婚姻させてられる方も多いそうでございます。はい。まあ本当に成魚でうちみたいに20センチぐらいから購入して、まあ、30センチ超えるあたりぐらいまで成長させるとね、まあ丈夫な個体だと思いますので、まあ、これぐらいのね120センチぐらいしか水槽を置けないというような人であればブラックアロワナ選択肢の中に入れられてもいいんじゃないかなと思います。というわけで今回はブラックアロワナのね紹介でございました。というわけで今回のお魚さんはブラックアロワナでしたけども、まあ最初だけ気をつければ120センチ水槽でも十分飼っていけるアロワナ、うん、いいと思いますのでね、皆様も入門編として買ってみてはいかがでしょうか。というわけでアニマルパテモソでした。アニモー。